実験大好き MNU です。今回のお題は無料の IP トランシーバーアプリケーション、その名前はゼロ、手持ちのスマートフォン、トランシーバー化が可能です。スマホだけでね、完結するようでしたらね、この説明ものすごく単純なんですけどね、一番重たいところがここなんですよ。スマホだけでは完結しないと。車を運転しながら使っていくのか、そこをね、できるだけ注力したいなと思います。そこで登場いたしますのが、安価な PTT とね、ヘッドセット。かなり安物ですけどね、しっかり使えるもんをね、見つけてきましたんでね、それも紹介しようかなと思います。本当にね、今回はいる機能だけ、使わないところ結構このゼロって多いんですよ。たくさんね、触るとこがあるんでね、やり始めるとね、いつまで経っても前に進まないと思います。今回はね、できるだけ本当に使う部分だけをね、徹底的に説明していこうかなと思います。このソフト無料です。ぜひとも IP トランシーバーのね、体験をしていただいて、移行できるかできないのかをね、ご判断いただければと思います。用意するもの、もうここのね、なかなかこういうソフトウェアのね、使い方って説明するのものすごく大変やと思うんですよ。1台だけでね、テスト十分にできません。もう正直言います、もう最初からね、スマートフォンは2台用意してください。2台あった方がね、早いです。もうとにかく学習効果最大マックスになります。あとはね、 iPhone がいいのか Android のがいいのか、これもね、なかなか合うと思います。このソフトに関してはね、非常に完成度が高いなと思ってるんでね、私的にはね、どちら混在してもね、十分にね、使っていけると思います。まずね、こういうアプリケーションを使うときに一番問題になるのが SIM がいるかいらないか。この SIM はね、不要です。取り急ぎ屋内の環境、屋内でテストするんでしたらね、 Wi-Fi があればこれだけでね、テストが可能となります。メーカー純正の取説っていうのがあります。詳しいことはね、概要欄の方にね、ちゃんと URL 貼り付けときます。意外とね、これ紹介してない方が多いんですけどね、こんだけ詳しい情報があります。ちょっとね、バージョンが古いやつがね、ベースになってるんですけどね、内容ほとんど変更ありません。正直言うてね、私のこの説明よりさらにね、詳しいこと書いてあります。ぜひともね、このメーカー純正の取説っていうのはね、いつでも見れるようにね、ご準備いただければと思います。これずーっと見ていただいたらわかると思います。このベースっていうのは英語なんですけど、最近でしたらね、ブラウザを使いますとね、日本語自動変換されます。こんな形でね、画面の方もね、英語から日本語に簡単に変わりますから、若干癖はありますけどね、十分にね、日本語理解できると思います。ぜひともね、日本語翻訳の機能もね、最大限に使っていただいて、この取説をね、攻めていっていただければと思います。この中で一番重要となりますのがユーザー名なんですよ。トランシーバー1台ごとに必要となります。ここで一番重要なのが、このユーザー名っていうのはね、変更できないと。ここで決めちゃうと最後まで使い通さないといけないので、まあ、この名前はね、しっかりと決めていただいた方がいいと思います。ただしなんですけどね、実際にトランシーバーとして使った時の相手に表示される名前っていうのは、表示名、ここをね、別途設定するとこがあります。これを設定しなければね、ユーザー名がね、使われるんですけどね、ここでね、名前簡単に変えることができます。パスワードもね、1個ずつ必要になります。これもね、ご準備いただければと思います。メールアドレス、これも結構紐付けに重要です。チャンネル名、ここもね、重要になります。一つはね、必要になります。ソフトのインストール、ソフトのインストールってね、簡単だと言いたいんですけどね、人気のソフトに真似てきた名前が多いと思います。ぜひとも今回はね、 Google のプレイ、こちらですとね、ゼロ、これゼロいっぱいあるんですよ、気をつけてくださいね。ゼロ、 PTT、 ボーキートーキー、これ PTT があるんですよ。このマークはね、以前一回変わってます。現状はこのマークです。Z のマークじゃなくてね、このマークが今線になっております。こちらがね、iPhone 用です。ここ PTT ないんですよ。なんでないのか私知らないんですけどね。Z って入れますとね、こんだけたくさんありますからね。このマークをね、頼りにソフトダウンロードお願いいたします。ソフト名がちょっと微妙に違うと。ただしアイコンは一緒です。で、私が見る限りはね、真似したアイコンのアプリっていうのはね、以前結構多かったんですけど、今のこれはね、 Z はなんかあったんですよ。このアイコンはないんでね、多分このアイコン頼りに行くのがね、
一番確実だと思います。ソフト立ち上げ。ソフトの方もね、もう今回ね iPhone と Android 2つねちゃちゃっと説明していきます。やはりね同じようで微妙に違うと、ここがポイントとなります。まあ、ここでね、まあ、ユーザー名、パスワード、メールアドレスをね空欄にね順次入力していってください。めんどくさいんですけどね、ここ間違えると大変なことになりますからね、確実にねちゃんと控えながら作業するようにお願いいたします。でメールアドレスにつきましてはね、しばらくしますと認証用ということでメールが飛んできます。内容を見ますとね、こんな形でこのボタンを押せっていうのが来ますからね、よくこういうね画面最近多いと思います。ぜひともこの作業があるということもね忘れないようにお願いいたします。最後にエコーバックっていう機能があります。このボタンを押しますとね、自分で送信してコンピューターにね一回コピーされて、それが自分に戻ってくる、このエコーバックっていう、ね、相手がおると、まあ自分なんですけどね、これでテストするのがねこのゼロのやり方だと聞いてますからね、まず単体のスマホでちゃんと自分の声がねマイクに入ってちゃんとスピーカーから出てきているのか、このエコーバック機能をねじゃんじゃん使っていただければと思います。次はね Android やっております。まあ大体画面一緒なんですけどね、微妙に配置違うと思います。まあ同じことなんですけどね、 iPhone 版と Android 版大体一緒なんですけどね、こんな形でちょっと違います。当然こういうソフトでバージョンアップするとねまた変わっていく可能性がありますけどね、大体の流れは変更ないと思いますからね、ぜひともねこういうイメージをよく覚えていただければと思います。チャンネル設定。ここね本来だと他の方々ってみんな連絡先を登録せえっていうことになっとるんですけどね、ガチにこれ使う方々っていうのは1対1でやらないと思うんですよ。ほとんどの方々やっぱ1対 N、1対5とか1対10でする方が圧倒的に多いと思うんでね、取り急ぎ私的にはねもう連絡先登録するよりもまずはチャンネルの方で登録していただくと、まず1台目が親になるんですけどね、最初にセットアップするトランシーバー、こちらの方でねチャンネルを作成していただければと思います。チャンネル作成自身はねそんなに難しくないと思います。このボタンを押してこんな形にしていってね入力していくと、ここで重要になりますのがチャンネル名ですよね。口頭でね伝えることも多いと思うんで、シンプルな名前と数字みたいな形にね発音的にも言いやすいね名前登録していただければと思います。ただすでに使われているような名前はね登録できない可能性があります。あとこの時にパスワードを聞いてくるのか聞いてこないのか、要はパスワードを設定しますとチャンネルをね簡単に聞けなくなるんでね、慣れてきた時にねパスワード設定すればいいと思うんですけどね、取り急ぎはなしでいってもね私はいいんじゃないかなと思います。まずは練習することがね重要だと思います。まず1台目の方のね設定が終わりましたら、今度2台目、こちらの方に作成したチャンネルを登録する作業やっていただければと思います。先ほどありましたチャンネルの名前でいくのか QR コードでいくのかっていうのがあるんですけどね、私がやった限りはねやはり QR コードってちょっと手間かかるんですよ。できればね口頭でも伝えやすいチャンネル名にして手打ちで検索していただいた方がね多分登録作業早いと思います。実践的に使うため、ほとんどの場合はねもうこの辺で終わってると思うんですよ。 PTT のボタン画面にあります、これを押してできました終わりってなるんですけどね、今回はできるだけねこの実践面詳しく説明したいなと思います。このシステムっていうのはね常用するときには外部電源常時供給した方がいいと思います。バッテリーのね減りが早い方向のソフトですからね、できるだけ外部電源供給できるようでしたらね供給するのを前提にシステム考えていただいた方がいいと思います。必ずこれ使う方、車での利用を考えている方がね半分以上、7割ぐらいは車の方が多いと思うんでね、やはりスマホを片手に持ってね喋るっていうのはね非常に危険だと思います。交通事故にもなりかねないっていうんですか、道路交通法にもね触れる可能性があります。私はねスマホを持ったね片手運転っていうのはお勧めいたしません。ここでね一番重要になるのが外部 PTT とヘッドセット、これをどう確保するのかっていうのがね実はねここで一番重要な点だと思います。安全を確保しないとねこのトランシーバーシステムっていうのはね成立しないなと思います。この外部 PTT でね単純に言うのは簡単なんですけどね、これ私もね事前にネットで調べたんですよ。結構これ難しいですね、相性の問題が出てくるんでね、
買ったけど使えなかったとかうまくいかなかったっていう話が結構多いです。この辺もね今回かなり考えてきました。まずねこの PTT いろんなやり方があります。 Android のねちょっと特殊な機種でしたら別ボタンがあってそれを割り振りすることができるんですけどね、今回はできるだけ汎用性を高めたいということでこの音量ボタン、これを流用する方法を採用しております。確かに若干問題はあるんですけどね、どんな機種でもまず間違いなく動くと思います。まずはこれをベースにね考えていただくのがね一番手っ取り早いと思います。この中でどれ使えばええんかってねよくあると思うんですよ。で私は最終的にねこのダイソー行ったら売ってます激安の Bluetooth 接続のねリモコンシャッター紹介例多いと思います。200円と300円のやつあります。どちらでもね多分うまいこと動くと思います。あとヘッドセットもね300円、むちゃくちゃ安いです。これをね使った方法をご紹介いたします。これのね最大のメリットっていうのは iPhone でも Android でもどちらでも兼用できます。どちらでも試してみましたけどねほぼ確実に動きます。でお値段も安いです。まあ捨てるっていう考え方は私好きじゃないんですけどね、費用対効果はあると思います。ベアリング、この作業はね取説見ながらやってください。そんなに難しくないです。まあやっぱりね取説を見ながらやればねすぐに終わっていくような作業だと思います。これをね必ずやってから次のステップに入っていただければと思います。 PTT のボタンの追加設定というのをゼロに対してねする必要があります。このような形でね画面めくっていってください。していきますとねこんな形で画面、これはね以前からあります。こう押しますとねボリュームボタンやと認識すると、このシャッターボタンっていうのは実は Bluetooth でボリュームのボタンを押してるんでね、ボリュームとして認識させてください。設定が完了しております。で、あとここで重要なのが必ず PTT ボタンです。押してる間だけ送信の方が私はいいと思います。やはりミス送信って結構多いと思うんでね、慣れてきたらこの辺ね、ロックタイプ、1回押してもう一遍押して受信もね、ありだと思うんですけどね、してる間だけ送信っていうのをまずベースにしていただければと思います。このボリュームを使う方法の最大の問題点っていうのが、ボリュームが簡単に変更できなくなると、物理的なボタンを使ってしまいますからね、他の手段で簡単に変更できるかどうかだけ、事前にね、確認していただければと思います。あともう一つね、申し訳ないんです。このリモコンシャッター、非常に格安なんですけどね、これ見ていただいたら分かると思うんですよ。90秒、ちょっと早送りにしてありますけどね、90秒経ちますとね電源が落ちてしまうと。90秒がね長いか遅いかというとね意外とね短いと思います。先ほどあった送信時になんで音を出さないといけないのかっていうのがこのためなんですよ。場合によりましたらこのボタンを2回押してやると、ピッピッとね2回押しますと1回目で電源が入ると、2回目で送信みたいな形になるんでね、このリモコンシャッターを使った時の最大の問題なんですけどね、こういう現象がね私が持ってるやつこの2台とも同じような現象が発生しましたね。一つは取説に書いてありました、もう一つは取説に書いてなかったと。ただ動きは全く一緒なんでね、まあそういうもんだと私はもう諦めております。これでね納得いかない方はねぜひともね別のものを調達していただいた方がいいと思います。リモコンシャッターは多分ダメだと思うんでね、別のもの探していただいた方が早いと思います。無料大丈夫？まあ何でもねこういうアプリケーション結構バックにねいろんなシステム動いております。ただでね使えるわけがないんですよ普通ですと。ただこのゼロにつきましてはね広告もないのに無料で使えると、これほんまに大丈夫かなって誰もが思うと思います。ただね私が知ってる限りの情報なんですけど、まあ一応この会社本業はね法人向けに大規模なトランシーバーシステムっていうのをね、まあ、売ってると。そちらにつきましては有料化されております。普通のビジネスで使うだけでもね1ユーザーあたり1ヶ月およそ1000円かかります。エンタープライズ版っていうのがねいろんなアプリケーションと組み合わせてカスタマイズしたバージョンですよね。これはもっとこれ以上もっとするっていう、まあそういうもんでね儲けてる会社さんです。まあ逆に言うたらこれがあってのお試しっていうことでやってるようなねサービスですから、まあいろんな問題はね否定はできないとは思うんですけどね、比較的ねしっかりしてる会社さんだと私は聞いております。ただこの件はね皆さん各自でご判断いただければと思います。まとめの方させていただきます。もっと詳しいこと説明したいなと思うんですけどね、最低限トランシーバーとして使って仲間と話せるためのね情報だけをね提供させていただきました。とにかくね
慣れてきてからメーカー純正のね取説をね熟読していただければと思います。メーカー純正の取説ってね意外と詳しく書いております。ぜひともこの取説、私の説明よりも詳しいです。ゆっくりとね時間があるときにね見ていただければと思います。 PTT とねヘッドセット、正直言うて申し訳ないです。こんな安物ですからね、いろんな制約事項があります。さらにね最適化されたものっていうのがね概要欄の方にも貼り付けておきます。メーカーさんから推奨されたやつっていうのがあるんですよ。こういう形でいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけどね、意外とね日本で売ってないっていうんですか、売ってるかもしれないんですけど売ってないような気もするんでね。でなおかつ実際に使ってる方っていうのがね非常に少ないと、コメントがほとんどないんでね、本当に買って使えるのかって言うたらね、私自身も自信ありません。もうある意味これは完璧なね人柱で、ネットを見てもかなり皆さんね苦労してるとも聞いてます。取り急ぎ今回私が紹介したね200円300円の PTT、 300円のヘッドセットっていうのは安い場合にはそこそこ動きますけど、電池の持ち二度押ししないといけないリスクっていうのもあるんでね、あくまでもお試しっていうことでね試していただいて、本番環境ではねもう少しバッテリー駆動とかそういうものを考えたものにね順次移行していっていただければと思います。意外とね皆さんこのヘッドセットもっと詳しくネット上でも紹介してくれてたらいいんですけどね、探してもないんですよ。皆さんスマホだけの運用で終わってるんでね、私は今回ねこの部分注力させていただきました。実績のあるね商品使ってる方このチャンネル見てると思います。ぜひともコメント欄にねこの商品良かったよとねコメント残していただければと思います。おそらでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。